やったんですか？ずいぶんとあっけなかったの。拍子抜けするほどに。ひとまずこれでイレギュラーは収まったってことで。あらあら、お強いんですのね、皆さん。正面から戦わないで正解でしたわ。どうなっている？同じやつがもう一匹だ。さあ、行きますわよ。早い。でもこれくらいなら。あらあら、勇ましいですわね。ではこれならばいかがでして？ザフキエル、アレフ、自身に銃弾を。速度が、レフィア、この野郎。ザイ、魔法には見える。手品か。異なる世界、異なる設備で生きてきたのですもの。理解が及ばないのも無理のないことですわ。でも心配しないでくださいまし。すぐに理解させて差し上げますわ。私の影の中で。あら、次はあなたでして。それでは、ザイン。あら、あらあら、不思議ですわね。いつの間に私の腕を立ちましたの？どうしてアレフで追いつけませんの？どうしてザインで撃ち抜けませんの？てめえがトレーからだ。てめえの腕がクソだからだ。ザクをいたぶって調子に乗ってんじゃねえ、クソ女。ぶち殺してやる。ああ、その品のない口調、そのさっき、まるでマナさんのようですわ。ああ、いいですわね。高ぶりますわ、高ぶりますわ。でも、私だけは殺させて差し上げるわけには参りませんわね。おいでなさい、ザーフキエル。ダレット、ちぎられた腕が元に、回復魔法まで。時間を戻しただけですわ。そんなもので驚かれていては困りますわね。ねえ、私たち。影の中から分身。
さあ、しとやかに舞うといたしましょう、私たち。何度倒しても影から生まれてくる。そんな、まさか不死身。面白い。くたばるまで全員蹴り殺してやれ。まだわかりませんの？あなたに私を殺しきることは絶対にできませんわ。